っとっと。それにしてもさっきの遺構、ずいぶん雷の研究が進んでいたわね。そう、ウェザリアで学んできた波がそういうなんて相当ね。その研究の結果、とにかくでかいキューブをなんとかしねえとな。でもどうすりゃいいんだ。ま、いろいろ。んだよ、やめろって。おとなしくしてろ。今キューブを戻してやる。お前らいい加減にしろ。何しやがる。手伝ってやってんじゃねえか。どうやら大きなキューブは強引に押し付けても吸収されないようね。悪いが俺にはわからないな。このキューブに関してはリムのやつに聞いてくれ。仕方がないわね。リムを探しましょう。別に隠してたわけじゃねえぜ。俺はさっきは助かったぜ。アディオ、ありがとな。その能力何ができるの？まあコテだからな。掴んだり防いだり。なるほどね。なんだゾロ君、あの時弾道が変わった理由が分かった。おいおい、手品の種はば。やっぱりだ。こっちの方からリムの匂いがするぞ。チョッパーが言うなら間違いないわね。リム、どこだ。見て、小さな砂浜のところ奥にいるの。おっとっと。そうじゃない？どれどれ。ああ、あれはリムで間違いねえな。聞こえている？うん、聞こえてる。あのね、私アディオを助けてあげたいの。アディオの言葉はいつも正しいし揺るがないわ。きっとワッフルドのためになってくれると思う。残念だけどまだ私は彼を信用できないの。彼の行動を裏付けるものは
彼の言葉だけだもの。でも。あ、ここにいたのか、リム。リム、この大きなキューブが体に戻らないの。あなた、理由がわからない？リム。仕方がないわね。少し力を貸してあげる。キューブを渡して。ここまで大きなキューブになると自然に吸収することはできないの。取り込めても記憶された内容をもう一度体験しなければ本当の力としては定着しないわ。どういう意味？口で説明するより直接見た方が早いと思う。なんだかここは。ここはキューブを自由に扱える。すげえ、不思議空間だな。不思議、まあ呼び名なん…こんなところで何を始めるつもり？ここはただの中継地点よ。思い出の世界。ええ、あなたたちの記憶をもとに。思い出の世界ね。聖火の踏襲。かつてあなたたちがそうしたように。ただ思い出の世界メモリアはあくまであなた体験した様々な現象が事実と異なる形で現れることも。だって記憶って曖昧なものでしょ。メモリア？なんだかよくわかんねえな。説明を聞くより体験した方が早いわ。失った力を取り戻すべく、ワフルドでの冒険を始めた麦わらの一味は、アディオの協力で巨像を倒し、最初のキューブの奪還に成功した。しかし、事態は思わぬ方向に進んでいく。辞書、砂の王国。思い出のアラバスタ。あの時言ったよな、お前を超えていくって。ビビちゃんの国か。しかしすごいわね、本物のな。ここはアラバスタというのね。どんな冒険って言われても。具体的にこのアラバスタでしたこと。ビビちゃんを助けるために。そうだな、
バロックアクスがアラバスタを、それを防ぐために戦って、兵はたくさん出たけどクロコダイルを倒して。明確なのはそれね。そのクロコダイルを倒したというのがあなたたちがここ。じゃあもう一度あいつをぶっ飛ばしゃいいんだな。簡単じゃねえか。やる。待って、まだ言っておかないといけない。この世界はあなたたちの記憶で作られているけど、前、どういうことだ。ここは俺たちの記憶で。だからよ、記憶って曖昧なもので。それにこれから起こる出来事も現れる敵も現実よ。え、簡単に言うとあなたたちが強くなった分。そうなのか。俺たちが強くなった分クロコダイルも。でも待って、今の私たちって。ええ、その通り。メモリアを作っているキューブは完全なあなたたちから取り出したもの。つまりあなたたちは不完全な状態で以前より強くなった敵と戦う。それでもこれがメモ。マジかよ。なんだかよくわかんねえけど、まとめてぶっ飛ばしちまえばいいんだろ。行く。それでクロコダイルの野郎はどこにいるんだ。だいたいここは。それでクロコダイルの野郎はどこにいるんだ。だいたいここはあの時のアラバスタのいつの頃の世界なんだ。まずそれを知ることから始めた方が良さそうね。情報集めは私に任せて。当時のことならこの中で一番詳しいから。まずそれを知ることから始めた方が良さそうね。まずそれを知ることから始めた方が良さそう。まずそれを知ることから始めた方が良さそうね。まずそれを知ることから始めた方が良さそうね。情報集めは私に任せて。当時のことならこの中で一番詳しいから。そうか、ロビンはバロックワークスに。懐かしいわ。ここで懐かしいわ。ここでもいろいろあったわね。そうだな、うまい飯屋もあったな。いや、飯の話じゃねえよ。あなた食いし、あなた食いしん坊なの？クロコダイルは今レインベースよ。そこにあるカジノレインディナーズが彼の本拠地。そうだ、俺たちそのカジノで捕まったよな。あんたたちが後先考えずに。ともあれ決まりだな。
目的地はレインベースのレインディナーズ。行くぞ。レインディナーズか。そういや前は途中までカイロで行ったよな。西の入り江に船があったりしないかしら。あ、この道覚えてるぞ。前はこの先にメリーを止めてたが、時期を考えりゃもういねえか。メリー、メリーじゃねえか。メリー、懐かしい。相変わらず。また会えて嬉しいぞ。しし。海軍の船さえいなけりゃメリーに乗れたってのによ。そんなに悔しがることなの？当然だ。メリーも俺たちの仲間だからな。船が仲間？お前、お腹が痛いのか？俺、おかしいな。熱もない。おいおい、チョッパーにもゲー。きっと、アラバスタ特有の病気の。おいお前、この症状になったのは初め。違う。そうか。前にもこの病気にかかったことがあるなら、その時に使った薬が菜の花のどこかに売ってるかもな。探すなら町の中心にある広場だな。行こうみんな。俺、医者。待ってろ、すぐ戻っ。急ぐぞ、広場がある。でもおかしな病気ね。診断しても何もわからないだなんて。きっと俺がまだ未熟だからだ。とにかく急がねえと。
薬を持って行ったやつ、誰か見てたりしないかな。なんだお前たち。お前だな、菜の花中の薬を持って行ったのは。急病に黙れ。俺は国王様の命令を受けて動いているんだ。いいから町の人に薬を返すんだ。うるせえ。文句なら命令を出した国王様に言いやがれ。こいつ本当はバロックワークスのくせにあくまで国王軍のふりを続ける気だぞ。大丈夫だ、チョッパー。俺に考えがある。どうすんだ。ごほん。いやーすまない、今のはお前を試したんだ。ちゃんとお前ミリオンズだろ。実は俺たちビリオンズでな、上の命令でお前から薬を受け取る。何言ってんだウソップ。いいから、ここビリオンズ。それならそうと早く言ってくださいよ。見てください、ほらこの。そうか、ではもらっていこう。今頃町のやつら薬がなくて困ってますぜ。今度は医者でも引っ立てましょうか。病人は死んじまうかもしれねえですよね。薬は簡単に手に入れられそうだけど。俺、繊維がこう言ってるがどうする、ルフィ。ぶっ飛ばして薬を全部取り返す。おう。邪魔するなら容赦しないわよ。そっちけ。鬼。どうすっかな。ゴムゴムのピンバラ。やってやろうじゃない。いくわよ、サイクロンピンバラ。面白くなってきたわね。トレインタフルール。刃こぼれすら己の恥だ。トラッゲリ。よし、行くぞ。ゴムゴムのピンバラ。あたしの番ね。あなたたちの相手は私よ。トレインタフルール。
お前じゃ退屈しのぎにもなりゃしねえ。鬼俺の仲間に手出すな。行くぞ、ゴムゴムのブレッド。強烈なのをお見舞いしてあげる。行くわよ、サイクロンテンポ。さて、どうしましょうか。これでどう？行くぞ！ゴムゴムのピストル！まだ、まだ！修行にはちょうどいいな。行くわよ、サイクロンテンポ。喉乾いちゃった。よし、これで薬は全部だけど、薬をどこに返せばいいのかわかんねえし。そうだな。それにしても、町の物資を奪うとか、クロコダイルもひどいこと考えるよな。でも、よかったの？私たち、以前と随分行動が違うけど。何か影響は出ると思うけど、多分平気よ。大きな流れは変わらないはずだから。多分って、お前な。最高だぜ。おいおい、本当に元気になってやがる。すまんな、実はそうだったんだ。腹が減ってるならそう言え。そうだぞ、どこも悪くはなさそうだし、知らない病気。悪かった。だが水や食料が簡単に。そうか。だから悪かったって。こうしてるといつも通りすがりのやつや、この先の雑貨屋の。ああ、呆れた。とにかくありがとう。本当に助かったよ。ああ、そうだ。ついでにこの鍵。門の前にあんたたちが戻るのを待っている間に、ちょうど手元のところに。
いや、それなら腹が…おい、こんなとこで…はぁ、あ…とにかく無事みたいでよかったぞ。それに、これであの門の向こう側にも行けそうだしな。ああ、もともと向こう側に行かなきゃいけなかったし、ちょうどよかったかもな。ああ、ダメだ。ナーナ、この鍵。おお、それだそれ。じゃあ、早速門。ああ、すぐ。さあ、開いたぞ。あれ、この後ど…レインベースまで陸路で行かなきゃいけないから、あと砂漠を進むことになるから。シッシッシッ、じゃあ先に食い物集めだ。お前なあ、まあ別にそ…よし、行くぞみんな。こんなにたくさんの人、初めて見たわ。あなた、もしかして…あなた、もしかして、あの島から出たことがないの？ええ、メモリアに来たのも初めてよ。このスープ、複数の食材を組み、こいつは誰にでも作れるような代物じゃね。お、さすがだな。やっぱりそんなあんたを見込んで頼みがある。俺はこいつに、もしこいつを超えるスープを作ってきてくれたら、8人分の食料もついでに水だって全部。面白い、その話。じゃあ。そうは言っても三時。さっきのスープめちゃくちゃうまかったからな。そうだな、この辺。サソリの足肉だ。そんなもん食え。ああ、毒腺を破かないようさばく必要があるがな。それなりに手間だが、俺な。それともう一つ、ありゃいい出汁が出る。サンディシェルはこの辺じゃ珍しくねえ。近くの砂集めたらどうすればいいんだ。ここに戻ってきてキッチンを借りよう。最高のスープを作ってやる。よし、じゃあ食材集めて。仕方ねえ、付き合ってやるか。まったく、あんたたちは。なあサンジ、西の入り江に来たってことはここの砂浜で。ああ、そのはずだ。だけど、どうやって探すの？みんなで手分けして、潮干狩り？いいよ、ナミさん。ここは俺に任せてくれ。
あったぞ。こいつがこんな簡単に見つける。褒めたって何も出ねえぞチョッパー。次は砂漠に行けばいるだろうが。はあ、サソリの居場所を知りたいって？なんだってそんなことを。サソリなら荒涼の谷に行けばいると思うぜ。店を出てまっすぐに。わかった。なーに、いいって。それよ、よし、それじゃあお前ら。おう。それにしても変ね。ん？どうかしたのか、ナミさん。アラバスタの地形って大体把握してるつもりだったんだけど、なかったはずなのよね。菜の花の近くにこんな洞窟。ここはメモリアよ。地形だって現実と同じとは限らないわ。そう。じゃあ前回の経験は当てにならないかもしれないわね。この辺のサソリ全部倒すぞ。おい、そんなに張り切る必要はねえぞ。サソリの足肉なんて一つで十分だからな。よし、行くか。行くわよ、サイクロンテンポ。ボーシャット。みんな、あいつから目を離さないで。とりあえず俺が。ゴムゴムのピストル。手ごわいわね。みんな、気をつけて。トレインタフルール。どれどれ、いただき。ムートンシャット。やっべ、俺が。ゴムゴムの
めよう。これは気を抜けなそうな相手ね。トレインタフルール、フリップ、ゴムゴムのピストル、やっべ、レディーの前で情けない姿は見せられないな。いくわよ、サイクロンテンポン。ここで倒れちゃ立つせがねえ。トレインタフルール、フリップ、マナーがなってねえの。くそ、まずいな。いくわよ、サイクロンテンポン。喉乾いちゃったねえ、サンジ君。やったサンジ。おう、
宴だ。お、腕が鳴るな。さあ食え。これが俺の作った料理。ほう、興味深い香りがするな。これはこの澄んだ味わいはサンディシェルから取っただし、それにこの肉肉しい味わいは、いやお見それした。こんなにうまいスープ、やった、大好評じゃない。ということは8人分の水。うまそうな匂いに釣られてきたら、ルフィ、お前がいるとはな。エース。ん、どうしたルフィ。エース、また会えるなんて思っ…おいおい、この間会ったばかりじゃねえか。だってよ。まあ、話は…そうか、じゃあサンジ。ああ、任せとけ。メラメラの実の能力者、飛剣のエースはルフィの兄である。世界最強の海賊、白ひげ海賊団の2番隊隊長を務める彼は、仲間殺しの海賊を追っていた。いやー、うまっ。当たり前だ、サンジ。おう、よし、うまい飯で腹も膨れたことだし、そろそろ行くか。またそんなすぐ…ああ、積み忘れたものがあって戻ってきただけだ。じゃあな、ルフィ、待ってるぜ。エース、見ててくれよ。ルフィ、よかったな。ええって、それはいいけど。約束通りタダでやるから心配す。ほら、持ってきな。ゼッこれでようやくレイン…よし、みんな。記憶のパーツで作られた世界ってのは、そうね、危険な冒険かと思ったけど、こんな出会いがあるなら悪くはない。気は抜けねえけどな。やることは変わらねえ。ビビを見つけて。ねえ、ところでこれから行くレインベースってどういう町なの？確か夢の町だったか？
ええ、人々がギャンブルで一攫千金を夢見て集まることからそう呼ばれているわ。そしてクロコダイルが経営するその町最大のカジノこそ私たちの目的地レインディナーズよ。カジノ、あれ、ちょっと待って、ここって私たちがレインディナーズにいた頃の世界よね。じゃあひょっとしてビビって今、ええ、レインディナーズの近くにいるかもしれないわね。ビビ、そう、あなたたちの知り合いがそこにいるかもしれないのね。あれ、あの場所、キャンプができそう。この暑さだ、砂漠を越えるなら。そうだ、みんなこれを使ってみてくれ。この服装で砂漠を越えるならこいつは必須だ。何その怪しい薬品は。なあ、日焼け止めみたいなもんだ。これで砂漠の日差しも大丈夫な。お前そんなもの、いつどんな島に着くか分かんねえからな。前もって作っておいた。賢明な判断だと思う。よし、宴だ。サンジ、飯作っ、待ってろ、手持ちを確認したらすぐに作ってやる。ビビってどんな人なの？ビビは俺たちの仲間だ。仲間？島に流れ着いた海賊は何人かいたけど、みんな乱暴で。ビビは仲間だけど海賊ではないわよ。むしろ正反対の存在ね。王国を乗っ取ろうと企む謎の組織に潜入した王女ビビ。彼女は民衆に英雄と称えられる海賊クロコダイルこそが組織のボスだという情報を手に入れた。麦わらの一味と出会った彼女は共に航海を続け、ついにアラバスタ王国に帰還したのだった。確かに海だけど、仲間って何？そこの人たち、それならこの鳥が必要だよ。鳥？このピンクの鳥はナビバード。この先の迷いの峡谷では谷を抜ける正しい道順を示してくれる便利な。へえ、それは便利ね。いや、なんでだよ、もらっていくなよ。おいおい、ずずしい嬢ちゃんだな。こいつはやれねえよ。だが菜の花の町なら同じ鳥が見つかると思うぜ。おかしいだろ。なあなあ、待て待て、本当か。うん、わかった。
んだ？よし。え、そうなのか？ルフィ。やってやるぜ！クロカブト！よし！やってやるぜ！クロカブト！クロカブト！それ！
黒カブト。とりゃ。黒カブト。さっさと片付けるわよ。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。ゴムゴムのガトリング。やっべ、天候の科学、とくとご覧あれ。サンダーボルト連発。ロビンちゃん、これが終わったらスイーツを作るね。トレインタフルール。俺が相手になってやるよ。ボーシャット。天候の変化にご注意ください。いくわよ、サイクロンテンポ。ナミ、すげえなお前。ありがとう。悪くないわね。